BTU アニメラボ。ズベダイの松井です。ウラジアの山下です。小林博之です。よろしくお願いします。いい感じにアンテナみてえな高さで行きましょう。今その例えが古いよ。古い携帯のアンテナみたいだなって。そのモノボケは古いよ。立ててくれてるじゃん、ちゃんと。いるけど、ここに。はい、じゃあ、ね、何の東京南部、花丸、センセーション関東、参りましょうか。はい、いや、今週はね、なんかほのぼのとした話が2つ続きましたね。そうですね、出撃しなかったというしなかったですね。まあ、前半にブツブツ交換でわらしべ長者的なお話がございます、うん、はい、後半は桜が咲くという、うん、お話でございます。あ、もう全部言った。もう全部言ったよ、話。いいっすね。まあ、2行でまとめられるような内容だったんで、うんうん、草まとめじゃあ、前半からちょっと振り返っていきましょう。振り返りましょう。はい、まあ、キャラクターの名前がね、いかんせんわかんないんでね、いろんな人のところに行っては、あ、それいいね、ちょうだい、うん、代わりにこれあげるよっていうことを繰り返していき、うん、あ、ちょっと今重いもん欲しいわっつって、そうそう、じゃあ、そのまま持ってたダンベルを渡し、うん、で、ダンベルの代わりにもらったのが布じゃねえな。最初四つ葉のクローバーを探してて、ああ、そうね、で四つ葉のクローバーをあの筋肉兄ちゃんに渡したら、うんうん、おめえ体鍛えろってダンベルをもらって、うん、ダンベルをあのなんだっけ書道してるお兄ちゃんに渡したら、何もらったんでしたっけ、それで文鎮代わりにダンベルを置いて、文鎮代わりにダンベルを置いて、で何かもらうんですよ。何かもらって、うん、風邪薬はその間かな。抱き枕か、抱き枕かな、なんだっけ、抱き枕はこう中盤ぐらいの気持ち、中盤でした。なんだかんだあってカステイラを最終的にもらい、金箔入ってるカステイラもらって、それをあのずっと縁側で茶飲んでた兄ちゃんに渡して、一緒に写真撮ってもらいました。ピースっていうお話でございました。これいつになったシャッター切れんの、ね、って言われて、顔白くなった方がいいよっつって顔ピッピッピッって、うん、この髪の隙間から目が出てる兄ちゃんだよ。そう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 、はい、隙間というかもう透けてるがなみたいな。そう、うん、そして後半、はい、謎の木がございまして、この木何の木、うん、でかい気になるなと。気になりますね。なるほど、桜だったらいいな。桜がいい、桜にしよう。桜じゃないんですよ。わかんねえわかんねえっつって、桜の木の下には死体が埋まってるらしいよ。死体埋めれば桜になるんじゃないかと逆説的なこともありまして、うん、サイコパスでしたね。サイコパスだったね、急に。桜にしたいがために死体埋めるっていう、うん、誰埋めるっていう話になりましたけども、うん、まあ、桜の木がいいということで、じゃあみんなで桜の花を咲かせようってことで、みんな短冊を書き、うん、でそれを飾ると透けてピンクに見え、桜がまるで桜が咲いてるようでございますか、うん、ね、と風流でございますな、ね、そうそう、めでたしめでたしかと思ったら、うん、まあ、願いを込めて書いた短冊には宿るものだと、で願い叶って、うん、無事桜の芽が出るという、出ました、ね、いい話でございました。はい、何か異論があれば、異論、異論には ただみんながなんか可愛らしい回答でしたね。ただね、僕気になるんですけど、はい、あのね、主人公のね、男の子なんで、うん、大和の森くんでしたっけ、確か、なんか起きた起きたしか言わない、起きた、はい、あの子ね、起きたボーイ、うん、起きたボーイがなんかね、最後ファッショナブルな感じでさ、みんなが短冊としたらさ、気に寝てたじゃないですか、寝てたね、うん、それで最終的に12、12、12、12って書いてるのを見て、あ、12に対しての思い強いなって思って、起きたって書いた短冊を下げたじゃないですか。下げたね。もう、起きたしかって言えないのか、彼はって。起きた。そうなんだろうな。思い強いなって。うん、ちょっとなんか、そこら辺の時代背景がね、私あんまり分かんないけど、あ、多分そういう関係なんだろうなっていうのだけは今回で分かりました。いや、まあ彼はね、なんだろう、可愛いけど。うん、起きた以外の生きがいを見つけないと今後辛くなるなって思いました。ダメになりそうなんだよね。カシオ君はね、うん、なんか現代に溶け込んでるじゃないですか。現代というか、今の生活に、うんうん、カシオさん普通だよね。そうなんですよね。まあ見た目ちょっとは普通じゃないですけどね。ちっちゃい子たちが可愛かった。あ、ちっちゃい子可愛かったですね、なんか、うんうん、一味軍団、うん、一味軍団がね、よかった。で、夏希蓮がコスプレしたことで同じにゴコタイちゃんの、ゴコタイちゃん、そうだよ、トラたちが、トラがね、トンポンポンバーンっつって、ボーン、ね、習字のところを着て、はい、うん、で、まあ綺麗にここに足跡を残すっていうね、うん、神業、いいっすね、可愛らしかったですね。ちょっとバラカモン思い出しましたね。ね、思ったそれ思ったら、ね、バラカモン、綺麗バラカモン見たいと思ったね。そうちびっ子たちがね、すごい可愛かった。はい、あとなんか一人絵柄の違う、ちょっと目のきつい青い子は、うん、何でしたっけ、どれだ、大きそうな名前がついてそうな、あ、名前が出てこないぞ。なんか桜の時にやたら出てた、うーん、こう、探してますんで、名前分かり次第探してください。犬迷子になったんですけど、あの子なんか気になるな、うん、なんかちょっと野蛮っぽい感じの、はいはいはい、感じだった、やんちゃ感じですかね、
わかりません。そうですね。あとなんか東城軍団がね。そうですね。東城軍団も頑張ってましたね。東城軍団頑張ってましたね、今回。うんうん、あのエンディングの曲も良かったですね。ああ、そうね。そうですね。今週、まあ、うん、まあ、ハマんなかったけどね、私は。ハマんなかった。今週の歌はね。いや、この方の人よかったな。まあ、なんならオープニングのあのダンスの子は私好きなの。オープニングはね、可愛いね。オープニングダンスはいいですね。そうですね。いろいろと気になるところもありましたが、そうですね。いやー、夏希姉がいないと我々じゃ盛り上がりませんな。ああ、いてくれたらいないな。ねえ。ということで、悲しい終わり方。来週に帰ってきてくることを祈って、それは以上となりました。しめやか。